52年夏場所は輪島貴乃花が前半でつまずきを見せたため、前場所からの連勝を8日目黒姫山にストップされた横綱北の湖と、9日目朝日国に敗れた大関若見杉の2人が共に1敗で競り合いながら終盤戦に入りました。12日目、北の湖は朝日国の浴びせ倒しに敗れて2敗、一方若見杉は水入りの大相撲で三重の海を破って1敗を守りました。13日目、結びの一番、若見杉1勝リードのうちに迎えた北の湖との決戦です。さて、この場所のハイライト、大一番、時間いっぱいです。東から横綱北の湖、西から11勝1敗、優勝戦線のトップを走る大関若見杉、土俵中央に入りました。先に尊重しました横綱北の海、堂々たる体育、手を下ろしての声、式守伊之助、若見杉応じました。じっくりと足の位置が決まった。さあ立ち合いです。立ち上がった、バッと出ました。左で前みそを掴みに行きました。左が入りました。左が深く入りました。左が深く入った若見杉、頭をつけました。若見杉が頭をつけた。北の海上手回しが引けない。北の海上手回しが引けません。若見杉絶好の体勢だ。若見杉やった、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 横綱上がった、横綱上がった、横綱上がった、若見杉やった、寄り切り、寄り切り、若見杉の勝ち、寄り切り、若見杉の勝ち。一敗を守りました。若見杉、大関若見杉、横綱北の海を寄り切りました。この結果、北の海は輪島とともに3敗となって、若見杉初優勝の色が濃くなりました。14日目、その若見杉の優勝に待ったをかけようとする横綱輪島、両者の対戦は左四つがっつりとなって熱戦を展開。若見杉の上手回しが一枚回し、一重回しであります。輪島の上手回しが一重回しになりました。若見杉、さあ今度は一枚二枚、下の回しも引きました。若見杉が一重回しから下の回しまで引きました。さあこれで体勢が五分になりました。五分に渡り合い戻した。さあちょっと右から上手投げを打ちました若見杉、輪島残った。体勢がわずかに変わりました。今度は右の方に変わりました。輪島が黒ぼさを背にしています。赤ぼさを背にした若見杉、土俵上の電光が両力士の背中だ。さあ輪島つった、輪島がまた釣り合いに行った。輪島が釣った、若見杉残った。今度は輪島つった、輪島つった、つった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 、釣り出し、輪島の勝ち。こうして2敗となった若見杉は、千秋楽の土俵に優勝をかけて解決と対戦することになりました。赤ぶさした解決、白ぶさした若見杉、最後の塩、先に塩を巻こうとする解決、遅れて右手で塩を振る若見杉、大きく口を膨らまして息をいたしました若見杉、大関2場所目初優勝をかけて解決と対戦する若見杉、又の方が軍配を返します。両力士の中に割って入りました。下がりをさばいた、足の位置決まりました。睨み合った、さあ当たった、当たった、突っ張れんた、突っ張った、解決突っ張った、解決突っ張った、若見杉突っ返った、左を出した、左手になった、若見杉乗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 った、寄り切り、若見杉の勝ち。赤ぶさした寄り切った若見杉、初優勝です。大関2場所目、若見杉初優勝。早い相撲でした。解決のものすごい突っ張りをかいくぐってパッと左出し、その時にはもう頭をつけていました。頭をつけるは素早く東土俵を赤ぶさ下に寄り切りました。早い相撲を寄り切った若見杉、13勝2敗の堂々たる優勝です。土俵下で初優勝の感激を語る若見杉です。おめでとうございました。はい、どうもおめでとうございました。入門以来とにかく初優勝なんですってね。そうです、一分もないですね。ねえ、その間足の怪我なんかあっていろいろ苦労の方が多かったかもしれません。いや別に苦労っちゅうほどでもないです。そうですか。ところでね、この場所前、病気上がりということでね、一体その稽古はどうなんだろうということがいろいろ取り沙汰されたんですけども、実際はどうだったんですか？あまり多くはなかったですね。でも自分なりに調整してたから、わざと稽古しなかったから疲れるから。それはスモップリにもそういうことを考えて、もうどうしても後半疲れるからね。でもどうですか、初めて支配を持ってみた感じ。重い気持ちが。ちょっと下唇突き出してましたからね。重かったです。そうですか。それからね、今日お母さんとお姉さん来てらっしゃるね。はい、ほら以前はお父さんがよく千秋楽に姿見せてらっしゃるでしょ。はい、ね、あれから見て本当にあれだなと、お父さん亡くなられてね、今度お母さんがおいでになって先ほど涙見せてらっしゃいましたけどもね。え、そうですか。もう大関は全然かね、気がつかないでしょうけどね。いや分かってました。見えたんですよ。あ、そうですか。終わってから、あ、そ
相撲取り終わってからの控え残ってた。あ、そうですか。余裕ありましたね、じゃあ。いや、あの写真撮ったからね。そうですか。さあ、これで、大関としてですね、ちょっと役目を果たしましたが、これからの相撲どんな風に。いや、面白いですね。やはりあの早い相撲を取った方がいいんじゃないかと。これからもね、来場所またあの暑い場所ですし、体調を整えて、またいい相撲見せてくださいね。本当にどうもおめでとうございました。本当におめでとうございました。ありがとうございました。お聞きの実況は昭和5年頃松内憲三アナウンサーがレコードに吹き込んだもので、土俵に登場するのは当時の人気力士武蔵山と朝潮、後の皆野川です。このようにレコードになるほど人気の高かった武蔵山は期待通り横綱になりましたが、今回はこの武蔵山の声をお聞きいただきます。まず略歴をご紹介しましょう。33代横綱武蔵山武氏は明治42年12月5日横浜市港北区日吉に生まれました。大正14年秋出羽海部屋に入門、15年1月初土俵を踏み、わずか3年半で昭和4年5月入幕、当時飛行機昇進と言われて評判になりました。昭和6年5月小結で10勝1敗で優勝、翌7年1月には関脇を飛び越えていきなり大関に昇進しました。この場所の直前に起こった春秋炎事件に武蔵山も巻き込まれましたが、協会に残って好成績を続け、昭和10年5月場所後横綱に推挙されました。188センチ122キロ筋肉質のたくましい体と近代的な風貌、右四つからの強烈な下手投げを武器に活躍して人気を博しました。しかし横綱になってからは前に痛めた右肘が悪化して振るわず、在位8場所中解禁はわずか1場所だけ、悲劇の横綱と言われ、14年5月場所を最後に引退しました。引退後は年寄り出来山から不知火を襲名しましたが、戦後協会を去り、昭和44年3月に亡くなっております。この録音は昭和28年に収録したものです。私が相撲界に入った動機から申し上げますと、非常に相撲が好きな家庭に育ったのと、恵まれた体格によってであります。出羽海部屋へ入門いたします前、ある2つの部屋から誘いを受けまして、一つの部屋などは1か年間に20回ぐらいの誘いを受けました。結局大正14年の秋、雨の降る日に出羽海親方のお使いとして見えました今の年寄り竹熊親方の熱心な勧めによりまして、出羽海部屋に入門することに決意したのです。その時は数え年17歳、満で申しますならば15歳と10ヶ月、身長は5尺8寸5分、目方は22貫5役でした。部屋に入ってみると、いずれを見ましても大きな人ばかりなので、実に驚きました。その中で一番小さい、一番弱い人と相撲を取ってみましたら、簡単に回されて、こんなはずではなかったと内心失望を感じました。
その当時部屋に、およそ120人くらいの力士がおりました。私は恩師並びに先輩の親切な指導と自分の持つ恵まれた素質によりまして7場所目に幕内に入ることができました。この時は身長6尺2寸体重32貫500になっておりました。家を出て力士となるからは相当な決心を持って入りましたのですが、実際には人に言い知れぬ苦しい修行の連続でした。また時には体の調子の悪い時にも無理に相撲を取らされて、高価に自分の予期せぬ批判を受けまして、一人心に泣いたものです。現在の相撲社会のことはよくわかりませんが、病気、怪我をした時は、十分休養をさせて、十二分のコンディションのもとに土俵に上がらせてもらいたいものと、いつも心に念じております。それから私が入門当初、兄弟子から兄弟子という字を知っているかと聞かれまして、その意味を聞きますと、兄弟子という字は無理変に原骨だと言われて、これを見ましてもいかに修行が苦しいか分かって、皆さんに分かってもらえるのではないかと思います。